ってその裏のスペースを東に使われたんですけども、はい、まあそこなんですよね。その荻原が行ってチャンヒョンスのファールを誘いました。一瞬のスケクイックリスタート。すぐに勝ち越しに成功しました浦和レッズ。柴戸驚きましたね。これこの、まあ、ファールはファールだったんですけど、あとセットプレーですよね、はい。まあ、ここでこれでも反応してたのは柏木と柴田だけだったですね。太田も慌てていったんですけれども、最初の立ち位置ポジション悪かったんで完全前入られましたね。ダイビングヘッド柴田。柏木はこれがあるんですよね。